おはようございます。こんにちは。こんばんは。刹那圭介です。では、いつも通り、イブです。イブなんです。ファイル14。いっちゃいます。あと、何言ってんだ、俺は。ここでセーブして、セーブして、こっちに行けるようになりました、的な。で、こっち来てみたら、メアリーが仲間になった、的な。うん、なんこれ。争いの矛先。矛先。なんか夫婦喧嘩に子供が巻き込まれる的な。対象になる的な。HP ワンダーゲーだけ、これはいいでしょう。んイブ、すぐそこに花瓶があるわ。せっかくだし、寄っていきましょう。満タンや、お前。時満タンなんや。HP満タンなんや。もう花瓶で生きる必要ないんや。生きる必要ないんじゃ。もったいなぁ。ギャリーさんもったいないと思わんの、お前。ゲームやけんな。これはゲームやけんな。もったいないとか、そういうの排除したからいかんの。そういえば、私とイブにもバラがあったってことは。何ですか？バラがあったってことは何ですか？もしかして、メアリーのバラもあるんじゃないかしら。うん、持ってるよ。黄色いバラ。あれ、ほんとね、二人ともしっかり持ってるのよ。なくしてしたらダメよ。誰かに渡すものも危ないからね。それから。わあ、イブのバラは赤なんだね。私のバラは黄色だよ。黄色も好きなんだけど、ピンクも好きなんだ。あと青も。人の話を聞きなさいよ。お前こそ。お前こそな。もう HP 満タンやってイオン聞かんと、行けましょうとか言うけん。お前が言える立場ではない。なこれ、これは一体どちらが正しいのか知るか。まずそのどちらかの二択がまだ見えてない。あ、その二択ってこれかな。このドアどっちに入るのが正しいでしょうか的なね。まあ、とりあえずセーブです。ファイル15。こっち鍵かかってます。なんじゃねえ。これはどういう、さっき調べとこうか。嫉妬ぶっかき花。嫉妬深きってこれ。花あれか？花なんこれ。いやーなんこれ。茶色いけど、茶色の濃さと薄さが二段階に分かれとる感じ。とても花じゃない。すめ。なんこれ。うさぎだ。ピンク白だったり、ピンクだったり、なんか黄緑混ざっとる。ピンク、白、ピンク、ピンク。白ピンクって感じだね。ピンク白ピンクピンク白ピンクですねって。違うわ。よくけこうやって並べて。はい、バカなこと言ってないでこの絵を調べていきます。赤色の目。突っ込むところそこかい。せめてピンクのウサギってやってほしかったんやけど。たくこの絵といい、部屋といい、なんでこんな気色悪いのよ。え、そうかな、可愛いと思うけど。これのどこが可愛いのよ。そうかな、イブはどう思う。撫でたい。イブ、好きなのこういうの。私は無理だわ。ギャリーって、変。変なのはあんたたちでしょう。まあ、それはともかく。こんなとこをさっさと調べて、とっとと出ましょう。この部屋、なんだか見られてるみたいですごく落ち着かないわ。確かにね。こいつ、もしかして見よる？こっち。見よる？これ。いつぞやの、右見て、左見てのやつと、違うんやない？わかったわかった。なんて読むんこれ。深海？深海でんこれ。あまりに精神が比例すると、そのうち幻覚が見え始め、最後は壊れてしまうだろう。そして、厄介なことに、自身が超えているのを自覚することはできない。よくわからん。イブちゃん、そういう、ああ何黄緑落ちとんだ、お前。お前、こんなとこから落ちてすぐに割れるって、お前、スペランカーか、お前。スペランカー並みの大気球とか、お前。うさぎの置物が割れている。破片の中で何か控えている。紫の鍵。黄緑のうさぎから紫の鍵って。なんで紫？
あ、右側の鍵かかっとるときは紫の扉やけん、そういうこと。一応調べておくけど、ないな、なんもないな。オッケー、オッケーじゃない、通れない。オッケー、オッケー、はい。もうなんだかようわからん、暴走中俺。こんくらいか、うん。じゃあ鍵開きましょう。いい、え、なになになに、ちょっと、なんで止まった、なんで止まった。そしてガチャガチャ言うより、ガチャガチャ。え、絵の中から物音がする。なにこの音。近づいてくる。わあ、なんか来た、なんか来た。あー、なんかラフレシア級のデカさのが来た。地面から何か出てきた。なんかまずいわ。みんな絵から離れて。イブ、危ない。あー、別れだね。二人とも大丈夫？あー、びっくりした。イブは怪我とかしない？怖かったっす。確かにびっくりしたわね。でも、怪我ないからよかった。それにしても、これ、邪魔でそっちに行けないんだけど。折ったりできないかしらって、なにこれ。石でできてるわ、この植物。マジで？どうしましょう。ねえイブ、さっきの部屋で鍵拾ったよね。その鍵でそこのドア開けられるんじゃない？分かっとるわ。お前そんなことぐちぐち言わんでも分かっとるわ。やろうと思ったらこんなん起きてしまったんや。お前に言われる筋はない。もしかしたら違う部屋にこれを壊せる道具があるかもしれないよ。奇遇だな。俺もそれを考えていたところさ。ねえ、見てきてもいいよね。でも二人だけで大丈夫かしら。大丈夫よね、イーブ。そりゃ大丈夫でしょう。ほら、イーブだって大丈夫って言ってる。そう。じゃあちょっと見てきてもらおうかしら。でもいい、何もなかったらすぐに向こうに戻ってくるのよ。どうするのかはその後は改めて考えましょう。うん、わかった。あー、またメール来た。なんでお前、なんで実況ショートにかけてメールバンバン来るんだ。やめてーなー。撮ります。はい、撮り終えました。すいません。あー、もういつも実況ショートに毎パート毎パート一回は今日が気がする。それじゃ行こう。行きましょう。待っててね。気をつけるなよ。よっしゃー、セーブだセーブ。お、ファイル15までなんやな。インドゥー。おぉ、やばいな。このマネキンたちが動き出しそうでならんな。赤いやつ。頭がない、知ってるわ。これぶつけたら、これぶつけたら壊れそうだよね。えげつない考えを持ってるよ、メアリー。甘くて全然動かせないけど。わかってるわ、もうそんな。お前の力でそんなんどうにかなると思ってないわ、こっちも。恥を知れ。いろんな種類の絵の具が入っている。美術館やけんな。美術館ってあれだね。展示する場所であって、書く場所ではないような気がするんやけどね。で、よこっちゃん。これは？基板台画用紙が入っている。はい、だから書くところじゃないんじゃない？美術館って。よくわからんけどさ。誰もいないのに人の気配がする。この椅子持っていきたいけど、床にくっついて、離れんだった、はぁ、だ。また金になる。床にくっついて離れないみたい。あ、そうなん。よくわからないもののデッサンがある。デッサンさん、いろいろな画材が詰め込んである。何か役に立ちそうなものないかな。あー、奥、箱の奥にパレットナイフがある。これであのツル削れないかな。やってみよう。あはは、できるわけないじゃん。イブったら冗談通じないんだから。うるせえ、お前に乗っかってやったんじゃ。もうちょい頑張ってみろや。でも一応もうこれ持っていこうかな。念のため。ね。こいつらが動き出したら刺すとか、そういうことか。オッケー。それで行こうじゃないか。これは？使い古してある筆が入っている。あんまり役に立ちそうなものないね。一旦ギャリーのところに戻ろっか。戻りましょう！わ、何？クラーナに寄った。びっくりした。あ、ちょっと待って、お前何動いとん。あれ、出口が。
なんで移動してるの？さっきは壁際にあったよね。どかそう、イブ。行くぜ。押すよ。せーの。うわーっしょい。はぁ、あ、ダメだわ。びくともしない。お前ら非力や。まあ、中学校低学年の女子だろうな。年代的に。イブ、どうしよう。出られなくなっちゃった。そりゃあ、こっちに行くしかないでしょ。まあ、セーブポイント欲しいね。仕方ないから、こっち行ってみようよ、イブ。俺やってそっちに行こうとしとったんや。いちいち言うなよ、カスが。カスは言いすぎ。ウェース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 そして右もウェース何あれ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 キャッチんキャッチできんのかいちょっと、一時的に止まっただけだったな。何もなかった。うん、これは落下した星。隕石ですね。これはピエロ。これピエロな。もうちょいピエロらしいとこ書けばいいのに。なんで顔書いたん？ピエロって言うたらなんか出てきた。喋りの途中なのに。ピエロって言うたら三角の帽子とか、玉乗り小の様子とかあるやろ。エブ、君楽しんでほしいから。何？あつ！なこれなこれ。大人のいない楽しい世界へ。一緒に行こうよ。お友達も一緒だよ。お友達？お友達って、あれかい？メアリーのことかい？すいません、すいません。メアリーは友達ではありません。顔見知りでーす。だから、こういう感じで、お友達も一緒だよ。メアリーは連れて行く必要はありません。ないんでーす。ウェス。さて、次行こう。あ、なんか俺は左上に、何こいつ、メーパーチクリパクチクリしてんな。お前あれか、昔流行ったピコとか言うやつか、お前。うん？久しぶりにピコとか言うたな。次回これようやったな。これ何？ギャリーはどうしてるかな？置いてきちゃったけど。ん？お、ギャリーサイドか。なるほど。遅いわね。何かあったのかしら？あ、ちゃだ、声間違えた。遅いわね。何かあったのかしら？イブ、メアリー、聞こえたら返事して。しーん。ダメね。ああ、やっぱり二人だけで行かせるんじゃなかった。うるせえ。どうしましょう。もう一度、あの部屋調べてみようかしら。そうしましょう。そうしましょう。あんまり入りたくないけど。そうするしかないでしょ。これを壊すんだったらいいよ。素手で壊せるんかい？本物の植物だったら燃やすって手もあったけど、これはさすがに無理だわ。そうでしょ。わー、めっちゃ変わってる。なにこれ。この絵なんかディズニーで見たことあるんやけど。ディズニーこんなんおらんかったっけ？気のせいかな。赤目の目。あー、もう赤目の目とか、目が赤いとかそういう問題じゃないからな。赤い目だったら何でもいいと思うのよ、お前。何回見てもこれが可愛いだなんて思えないわ。お前一回目だろ、お前。これ見たん一回目だろうが、さっき、何回見てもってさっきはウサギだった頃、これよくわからんような人間かもわからんようなになっとるよ。頭が真っ黒黒すぎだよ。やめてよね。でもってちょっと見てよ、これ。上の方、天井な。バンジージャンプ失敗が定番化してるよ、もう。バンジージャンプ失敗でイブ語れるよな、もう。で、人形がこんな感じで並べられとって。色ちょっと変わっとるけどね。で、この落ちとるやつも再現されとると。どんな変身の仕方やねん。どんな錬金術使ってもあのウサギがこんなにならんと思うぞ。最後、あとこれか？あ、これは変わらんのやな。新書いてあったな。じゃあこっち。めぼしいものはないよね。ん？あー、なんかある。あらま、動いたわ。なんでさっき気づかなかったのかしら？まあいいわ、ここから出られそうね。やったー。てかよ、今気づいたけど、なんでギャリーさんだけ HP10 もあるん？それ、差別じゃない？ファイル2やな。じゃあ、ファイル3か。OK。これはなーに？出口なんてない。
理由なんてない。なんそれ。出口なんてないだ、理由なんてないだ、ここを出るだ。ちょっと違うな。そうしましょう、そうしましょう、そうしましょうったらそうしましょう。これ何？なんもないんかい。デッパ東京なんかあるんかなと思ったやん。そしてこれ、鍵がかかっている。なんだそれ。あ、この5本のやつ引いたらなんか起こる的な感じなんだろうか。ほうほうほう。どれにしようかな。引くやつ間違えたら危ない感もあるな。まあ、その前に、さっきセーブしたばっかやけど、ここでもう一回セーブしよう。で、今回のパートはこの辺にしとこうか。時間の都合上。はい。じゃあ、今回はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。See you again.